今日私は創世記2章7節から17節の御言葉を通してエデンの園の宮という題名で御言葉を語りたいと思います。エデンの園の宮、聖伝ですね。えー、今日の御言葉の内容は私たちが今勉強している救済シリーズ第11巻、下、え、巻、ー、ゼルバベルの宮に、えー、の題名の本に記録されている内容であります。 今日この本の内容にについいいてて一緒に見てみたいと思いますこの本の本第一章を見るとですね正殿中心の救いの経輪という題名で記録されていますこの救いの経輪救いの運動救済的経輪とよく言いますけれどもこの救いと救済というのは私たちを救われる時に神様はどのように 救われれるるのかそののかそ方法についいてて記録されているものでありますただ救いというと死にゆく人を救うという意味ですけれども救済というのは特別な意味であります救済の際ですねですからあがなう、えー、という意味が記録されているわけです救いだけではなく救済というものは代価を支払って、えー、救うという意味があります イエス様が私たちのあがない者として来られたわけです。罪の贖がないである死を、えー、通して十字架にかけられ、私たちの代わりに死なれることによって私たちを救われたわけですね。それが救済という単語の中に記録されているものであります。その救済史的な運動がいつから始まったのかというと、アダムが堕落した時から始まりました。 この救済し救いの歴史はですね、宇宙万物を作られて、その創造を終えてから神様は、それを見て非常に良かったと語っています。甚だ良かったと。その良い世界、そういう、えー、この世の中を作り上げてくださったにもかかわらず、それを人間にくださったわけですね。人間のためにこの宇宙万物を創造されて、そして人を作ってから、 その,えー、そのに置かれたわけです。そしてあなたのものだと。あなたがそれを守りなさい、治めなさいと語られました。そうやってアダムにくださったわけです。アダムを王のような存在として立て上げられました。しかし、そのアダムが堕落したということが問題なんですね。アダムが堕落して、そして、えー、堕落したその結果、神様はそこから。 また救いの働きをなされたわけです今に至るまで神様は救いの働きを今も行われているわけですそれが救済師ですねこの救済シリーズ第11巻の経を見るとその救いの運動を何を通して行われてきたかというとそれが教会を通してなされてきたと語られています 私たちが今このように座って礼拝を捧げていますけれどもこの教会が神様の救いの運動の中心であるということですアダムの時から6000年以上のこの救いの働きをですね今もなされていますけれども教会を中心にしてなされてきたということを記録しています教会は新約では教会ですけれども旧約では教会のことを聖殿と宮と語りましたね 神様はこの6000年間、宮を中心に、教会を中心に今まで行われてきたということを語っているわけです。今日私はこの救いの運動がいつから始まり、いつまで行われていくのかを見てみたいと思います。まず最初の聖殿、最初の宮がエデンの園です。 多くの学者がエデンの園がどこにあるのか発掘しようと一生懸命中東地域をですね探し回っていますけれども未だに見つけ,て見つけることができませんでした。エデンの園はどこかというと宮であります。今で言うならば教会がエデンの園です。もっと具体的に見ていくとですね、エデンの園がどのような場所だったのかを見てみたいと思います。まず1つ目にエデンの園は この世の中と区別された場所でした。世の中と区別された場所です。教会も同じですね。教会は何かというと、ギリシャ語では教会という単語がエクレシアという単語です。エクレシア。皆さんよく聞いたことあると思いますけれども、このエクという単語は何々からという意味ですね。何々から。また、 エクレシアというのは、カレオという単語から出ました。それは、呼ぶと、呼び寄せるという意味であります。ですから、エクレシアというのは、世の中から神様が、世の中から呼び出した信徒の集まりであるということです。イエス・キリストの血潮によって、救いを受けて神様が呼ばれて、世の中から 集めて来られた者たちの集まりが教会なわけです。このエデンの園も同じなわけですね。まずこのエデンの園、エデンというのはヘブル語でカンエデンと言います。ヘブル語でカンエデン。カンエデン。このカンエデンというのはどういう意味かというと、このエデンというのは喜び、 楽しみという意味です。喜び、楽しみという意味があります。詩篇36ペン半節を見ると、えー、楽しみの流れと書いているんですね。楽しみの流れ、楽しみの川。この楽しみというのがエデンです。ですから、喜びと楽しみがあふれ出る場所がエデンのそのでありました。また、この間という単語が出ていますけれども、間、これはそのという意味ですけれども、 この漢というのはこのヘブル語漢というのは囲いによって垣根によって囲まれている庭であったりまたそういう広場を意味しています。ですからエデンの園が漢でした。これはどういうことかというとこの 重要なポイントはですね,ね、垣根があるということです。囲われているということなんですね。このカナンというのは、垣根を張るという意味です。垣根を張るということから出てきているのがこのカナンですね。ですから、えー、この垣根がある場所、塀が囲われている場所。 またそこにですね川があり木があり動物があるそういう休むことができる場所を意味していますそれがエデンの園です囲われている場所ですねですからエデンの園というのは、えー、垣根があるというのが重要なポイントなわけです神様がこの世の中と分離して区別して特別な美しい庭を作られたということですそこに 神様と創造された人が一緒に共存して休むことのできるそういう美しい場所が交わる交わりをなす場所がこのエデンの園だったということです。そしてそのアダムを訓練し養育し保護して王のような祭司として作るために。 区別された場所がこのエネの園であったということですどれほど美しい場所だったでしょうかこの場所はですね、神様が選ばれた場所であります選ばれたためその場所にですね、フェンスを作って区別しているわけですここは私のものだとそれが宮であり教会であります 区別された分離したというのはどういうことかというとそこは誰でも入ることができるような場所ではないということですですから創世記2章15節を見るとですね神である主は人を取りその人人というのは土によって作りまた命の息を吹き入れた人ですねその人を取ってエデンの園に置きそこを輝かせ またそこを守らせたと語っていますその人アダムを取ったと書いてますけれどもこの取るというのはヘブル語でラカフと言いますこれは、えー、取るどこからか、えー、連れてくるという意味でありますですからアダムはもともとエデンのそのの中にいたのではなく外にいた人なわけですね エデンの園に、えー、外に置いてあられたものであります。アダムは外で、えー、想像をされましたけれども、その次にですね、その人を連れてエデンの園の中に、えー、置いたと書いているわけです。ですから私たちも同じですよね。教会の外で皆さん生まれてきているわけです。もちろん、えー なかの中にいるときから信仰があったと言うかもしれませんけれどもみんな外から入ってきたものです。エペソビトへの手紙を見ても書いていますけれどももともとは異邦人であります。しかし神様が呼ばれてその中に神様の家庭の中に、家族の中に、国の中に、ミ国の中に入ってきたわけですね。皆さんは外から来たものであります。アダムも同じですね。アブラハムも同じです。カナの地の 外に生まれて神様が呼ばれてカナの地に入ってこられたわけです。イスラエルの人々も同じです。エジプトから出てカナの地に中に入ってきたわけです。そのように、このエデンの園は神様が選ばれた民を神様が導いてそこに置かれた場所であります。 すべての教会がそのように言いま,すいますよね。教会の扉は開いた扉と言います。教会は万民のためのすべての人が歓迎されるべき場所であると言います。私たちの教会も同じです。しかしそれが本当に事実であり、誠なものであります。しかし聖書で言う、語っていることは何かというと、人が差別して、 入ることができるような場所ではなく神様が呼ばれたものだけが入ることができると語っています。私たちが伝道して多くの人を連れてきますけれどもその背後には背景には霊的に見るとですね神様が一人一人を選ばれてその人をこの教会の中へと導いてくださるということを聖書は語っているわけです。ですから私たち皆さんもここに座っていることができるのはこの 神様の選択を受けたからです。それが大きな祝福であり、大きな特権ではあります。ですから私たちは感謝するべきなんですね。私たちが思い通りに、私たちが願い求めてこの教会に来たように見えるかもしれませんけれども、それは間違っているわけです。ヨハネ6章44節に何とかたっていますかヨハネ6章44節を見ると、 私を使わされた父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんと語っています。父が私を引き寄せられない限り誰も私のところにイエス様のところに来ることはできませんと語っていますね。私たちが神様の前に来て礼拝を捧げていることこのよう教会に来てイエスキリストを信じることができることは神様が選ばれて私たちを引き寄せてくださったからであると語っています。 ですから私,は私たちはいつも感謝を持って神様の前に栄光を表さなければいけないわけです。世の終わりも同じです。イエス様が再臨するときに皆さん変化をします。天の扉に,に入ることを求めています。その変化がですね、絵の具のようになされると。死ぬことのなく変化して天に上ると語っています。創世記5章24節を見ると。 エノクの変化はですね何と語っていますかエノクは神様と共に歩んだと。神が彼を取られたので彼はいなくなったと語っています。ここで神が彼を取られたと。取られたという単語がヘブル語ラカフです。エデンの園にアダムを置かれたようにですね。このエノクも同じように神様がそれ彼を取られて天に登らせたということです。神様の力強いその 導きによってなされることであることを意味しています。私たちは世の中で罪を犯して暮らしていますけれども、イエス・キリストを信じて教会に来ることになりました。それもまた神様の恵みによる導きであるということを意味しています。神様が私たちを掴んで、私たちが拒否することはできないような恵みによってここに連れてこられたということです。ですから、私たちはこの絵での園の中に、 この教会の中に皆さん今集って礼拝をる、捧げることができているわけです。エデンがそのような場所でした。世の中と区別された場所。そこに神様が導かれてここに連れてこられたわけですね。2番目にエデンのそのは神様の臨在の場所でした。神様が臨在される場所。共におられる場所でありますね。 それをどうやって知る,か知ることができるかというと、創世記3章8節を見ると、こう語っています。彼らはその,のその歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人,はその妻は人とその妻は神である主の御顔を避けて、その,の木の間に身を隠したと語っています。ここを見ると、神様が歩き回られるその主の声を聞いたと語っています。音を聞いたと。 歩き回られる音を聞いたと。その歩き回れるというのがギリシャ語であヘブル語でハラクと言います。ハラク。うんえー、この単語はですね、一回神様がエデノソノを歩かれたのではなく、規則的に、定期的にエデノソノをもう毎日であったり、 毎時間であったり歩き回っていた来ら,来られていたことを意味しています。歩き回られていたこと。規則的にですね。例えば、ある人は朝早く散歩をします。また午後に運動をしたいだとか、そういうルーティングがありますよね、ルーティング。規則的にするそういう行いのように、神様も同じようにですね。その規則的な えー、時間を決めてそのを歩き回られていたということです。それがこのハラクという単語の文法が意味している意味であります。エデンのそのは神様がとお,こらおられる場所だったということなんですね。しかし、えー、そのように規則的に継続して、えー、そうやって歩き回れていたならば、なぜこの時に この創世記参書、八説だけにその内容は記録されているのかということなんですけれども、これはえ特別な出来事が起こったから、このように記録されているわけです。そよ風の吹く頃と語っていますね、そよ風の吹く頃、アダムとエヴァと一緒に毎日毎日え行われていたならば、 記録すする必要がないわけですしかしこの創世記最初8節でこの場所この歩き回られるその主の声を聞いたと記録されているのは出来事が起こったことを意味しています毎日神様と共に歩み神様と共に歩いていたにもかかわらずこの時はですねアダムとイブがアダムとエヴァが隠れたと語っていますね一緒に 一緒に神様と歩んでいたのにかかわらず、なぜ隠れたんですか皆さんは知っていますよね子どもたちも同じです。子どもたちもいつもよく遊んでいるのにかかわらず、間違ったことをしたら隠れるわけです。私も、えー、墓会をしながら見てみるとです、ね、信徒の人も、えー、隠れる人がいます。 私が人間であるにもかかわらず私の前からですね隠れて逃げていく場合があるんですね私がソウルで牧会をしている時に教会が大きいわけですよね副牧師ですから案内をしますけれどもえ階段を登ってその道を行くわけですね向か一番下の 駐車場から歩いてくる人がみんな見えるわけです。私はこうやって誰が来ているのかと挨拶しようと思って見てるとですね、よえー、あまり教会に来ない人がいるわけです。向かずっと前,前向こうからですね歩いてくるんですけれども、歩いてきてですね、あるとき、 私と目が合ったんですそしたらどうするのかというと他の道にです、ね、遠回りして、えー、教会に入っていくわけです。なぜ隠れるのかと私は何も知らないのになぜ隠れるのかと思ったんですけれどもアダムも同じなんですね。アダムも隠れました。なぜですか罪を犯したからです。 創世紀3章8節のこの8節から24節までの、えー、内容をしっかりと覚えなければいけません。この8節の御言葉はですね神様がこの瞬間来られて何と語られましたかあなたはどこにいるのかと語られました。もうすべて知っておられますよね。お母さんが子どもたちをですね、えー、子どもたちにどこに隠れてるのって聞くようにですね すべてをしておられながらもアダムに語られましたそしてヘビに呪われヘビを呪われまたこの血が呪われてそのすべての出来事がこの瞬間同じ場所で同じ時間にすべてがなされたわけですしかしこの内容を深く見てみるとですねアダムが不従順してその 善悪を知る木の実を食べて叱られるわけですけれども叱られるだけではありません救いの恵みも共にあったということを見ることができます私たちの神様は私たちを叱られますしかし必ず酒どころまた恵みも一緒に暮らせるわけですあなた間違っているともう叩かれるだけではなく それを悔い改めて回復する道をも一緒に与えてくださるわけです。ローマ5章20節で何と語られましたかローマ5章20節を見ると、罪が多いところには違反が増し加わるところ、罪の増し加わるところには恵みも満ちあふれると語っています。ローマ5章20節ですね。ですから私たちは罪を犯すこともあります。弱い人間でありますから失敗も犯します。しかし、 そのところに恵みがあることを信じて、早く悔い改めて、その恵みをつかまなければいけません。しかし、人はですね、自分のプライドがあるわけです。そのプライドのせいで、恵みをつかむことはできず、悔い改めることをできないわけです。アダムはどうでしたかあなたが暮らった女のせいで私が食べましたと言うんですね。 女はあの蛇のせいですと。神様がまた蛇に語られて、男、女全てにのえ裁きを与えましたね。しかしその恵みがそこにもありましたけれども、その恵みがイエス・キリストです。イエス・キリストの恵みがエデンの園にあったわけです。創世記3章15節を見ると、これを えー、原始の福音と言います。現地福音。最初の福音だと、えー、この創世記3章15節を言うんですけれども、メシアの約束がこの創世記に記録されています。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くと彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとにクみツくとカミツクっていますね。ここを見ると女の子孫と語っています。女の子孫。 この女の子孫がイエス・キリストですね。ですから、この救いの道をもうすでに与えられました。その次に、えー、神様がアダムとエヴァを川、えー、の衣を作って、えー、着,着させてくださいましたね。それが21節に記録されています。川の衣を作って彼らに着せてくださったと。 アダムとエヴァは恥ずかしいことを感じてですね隠れましたそして自分で、ね、自分の力で服を作りましたよね、えー、しかしその、えー、葉っぱによって作った衣は、えー、一時的なものでした罪を隠そうとする人間の、えー、間違った努力を意味しています人間の力でいくら罪を隠そうとしてもですね 絶対にに、えー、明らかになりますしかし神様が恵みによって覆ってくださるならばその罪はなくなるわけです。許しを受けるわけです。私たちは基人となることができます。そういう意味でこの川の衣を作ってくださいましたね。この、えー、川の衣を作るためにはある獣が必ず死ななければいけません。 ですからこれは最初の、えー、犠牲の生贄となりました。そしてこの、えー、獣はですね、イエス・キリストを象徴するものでした。イエス・キリストが十字架で血を流し、死なれることによって人類のすべての罪を神様のイエス・キリストの木によって覆ってくださったわけです。この川の衣のように私たちに着せて覆ってくださったわけです。 ですから私たちはそれを信じることによって私たちは目には見えませんけれどもイエス・キリストから与えられた基人の服を衣を着て今暮らしているわけですですから私たちは今このようにアダムとアダムが隠れているのを知ってアダムに来られましたアダムに声をかけられてヘビとアダムと女に女を叱ってから衣を 着せてくださったわけですけれどもこれはすべて同じ場所で行われた出来事ですこれがいつ、えー、起こったかというと創世記三章八節に、えー、この風が吹く頃そよ風の吹く頃と語っていますけれどもこのそよの風の吹く頃というのは、えー、簡単に言うと太陽が沈み始めるときですから 昼の12時は一番暑い時ですけれどもその次にまた太陽が落ち始めるんですけれどもその時を意味しています。だからユダヤの時間からしてみると午後3時から6時の間だと学者たちは言います。その時にその神様が出てこられて、えー、この川の衣を着させてくださったわけです。 じゃあなぜならば、この死んだ獣、川の衣の,この獣というものはイエス・キリストを意味していますけれども、イエス様も十字架で同じ時間に死なれました。金曜日、十字架にかけられて、午前の 9, 9時から3時まで6時間、十字架にかけられていたわけです。 3時ごろに、えー、死なれましたよね。聖書で言えば、そよ風が吹くときに亡くなられたわけです。創世紀に、4000年前にですね、創世紀で語られている、その同じ時間に予言をされていたということです。獣を下さり、最初のこの生贄にえとして用いられたこの獣、それはイエス・キリストを意味しているということなんですね。 カ福音書23章44節から46節を見るとその時すでに12時頃になっていたが全地が暗くなって3時まで続いたと語っていますまた太陽は光を失っていたまた神殿の幕は真っ二つに裂けたと語りそして46節にイエス様が大声で叫んで言われたと父よ我が霊を見てに委ねますとこう言って息を引き取られました ローマ式の時間の考えではですね、6時というのが、えーえー、正午であり、また9時になると、えー、午後3時であります。ですから、アダムが、えー、堕落したその瞬間、隠れて、そして獣を取って、衣を作って、皮の衣を着せられたその時間と同じ時間であります。 神様はこのように正確にですね4,000年の間その出来事を予言されながらこの時間を待たれたわけです想像されたアダム調子です神様の調子を蛇から奪われました調子を失った時ですその蛇の頭を打ち砕くその時が同じ時間なわけです 女の子孫であるイエス・キリストが十字架にかけられるとき、サタンはあイエス様が死んだと、イエス・キリストが死んだと、私が勝ったと言いましたけれども、そのイエス・キリストの十字架の出来事が蛇の頭を砕く時間であり、その時が、えー、この獣が死んだ時間と同じ時間であったということです。<laughs> 水越の祭り、その 羊も同じなわけですね。同じ時間に、えー、ほふられました。イエス様は何月何日、何時何分に死なれるか、すべてを知っておられたわけです。皆さん、人が自殺する前には自分の死ぬ時間を知ることはできません。そうですよね。しかし、神様は知っておられます。 イエス様はこのアダムの川の衣となったこの獣の獣のその予言を完成した方であります。同じ時間に同じように死なれたわけですね。では3番目にカインとアベルはエデンの,園の外で生けねを捧げました。 えー、ユダヤの言い伝えによるとですね、このカインとアベルがどこで捧げ物を捧げたかというと、ケルビムの前で捧げたと語られています。アダムが堕落して、えー、エデの園から追い出されて、そのケルビムと炎の剣が、その園の中に入る道を守られたと語っていますよね。そそしてののアダムの家族は どこで生贄を捧げたかというと、そのケルビムの前に来て捧げたということなんですね。ケルビム、エデンの園に入る道であります。生贄を捧げるということは、もう一度エデンの園に入るため、回復するため、神様の前に戻るために捧げ物を捧げるわけです。ですから、ケルビムの前で捧げ物を捧げながら、悔い改めます。私が間違えましたと、失敗しました、罪を犯しましたと。 食いためをすするわけですこのエデのソノというのはこれから建て上げられていくすべてのその宮の模型でありますですからこのカインとアベルはケルビムの前で捧げ物を捧げたんですけれどもステジプトキー26章31節を見ると青色紫色黄色のより糸 また、より糸で折ったア布で垂れ幕を作り、これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならないと語っていますね。このタ垂れ幕がどこにあるかというと、出ュセリプトキニ33節を見ると、この垂れ幕は、聖女と地聖女の仕切りとなると語っていますね。ですが、聖女と死生女のその 区分する仕切りとなるその垂れ幕にケルビムが刻まれているわけです契約の箱がある至聖所の中に、えー、入るためにはその垂れ幕があるんですけれどもその中にケルビムが、えーかかえー、記されていたわけですですからエデンのそのはこの至聖所のように、えー、閉ざされていると堕落した人間は 入ることはできないということを意味しているわけです。それはケルミムが守っていたわけですよね。ですから、この聖女であるエデノソノは子聖女となったということです。その宮で捧げ物を捧げるすべての民はですね、その子聖女の中に入ることが願いなわけです。しかし神様は希望をくださいました。1年に1回大祭司が、 香を焚いてその煙があるところでですね、契約の箱を見ることがで,できないようにして、死聖所に入るわけです。いつかはその道が開かれるということを示されましたね。しかしそれがイエス・キリストを通してなされたわけですけれども、イエス・キリストが水越しの祭りの時に、午後3時に死なれる時に、十字架で、 死なれる時に死生女のその垂れ幕が裂けたわけです。これはイエス・キリストが十字架で死なれることによって私た,ちの私たちがエデンの園に入る道を開かれたということを意味しています。ですから、ヘブル10章20節にあります、えー、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して 私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですと語っていますね。イエス様の体がその垂れ幕として避けられたわけです。そしてエデンのそのに入る道、新しい生ける道を設けてくださいました。愛する皆さん、どれほど多くの祝福でしょうか大きな祝福でしょうか私たちのためにその垂れ幕を全てなくし、私たちを その絵でのその絵と導いてくださってい。るわけです入ることができるように、その道を開いてくださいました。私たちは一つだけ行えばいいわけです。門が開かれたわけですから、その道を通って、入ればいいわけですね。なぜ道が開かれているのに、扉が開かれているのに、入らないんですか入るべきなわけです。私たちが行うべきことは、入ることです。ヘブル十章二22節を見ても、私たちは 心の血の注ぎを受け、邪悪な両親を清められ、体を良い清い水で現れたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんかと語っていますね。イエスキリストが十字架で死なれることによって、垂れ幕を避けて、咲いて、死生中に入る道を開かれたわけです。ですから私たちは全く信仰を持って、その道へと入っていかなければいけないと語っているわけです。皆さん。 イエス・キリストの犠牲のこの働きが行わされたことがこの門を開くことでした。私たちはその恵みを受けました。ですから私たちはこれから全く信仰を持って神様の前に謙遜にですね、また清い者として感謝を持って近づいていかなければいけません。その門に入っていかなければいけません。その絵でのその絵と入っていく皆さんとなることを主の皆を持って祝福いたします。 祈ります愛す愛るうちの神様感謝いたします神様の恵みの中で多くの人々がいますけれども私たち一人一人を選ばれてこの絵でのその前へと導いてくださりこの教会へ集わせてくださることを感謝いたしますイエス・キリストの十字架の血によって私たちをこのように導かれました。 この門を開かれたことに感謝し、その道へと入っていくことができるよう祝福してください。これ以上、世の中に行ったり来たりするわけではなく、ただ神様の前へと、デンのそのへと入っていくことができるよう導いてください。私たちに多くの恵みと祝福を与えてくださったことを感謝いたします。いつもこの祝福を感謝しながら、感謝にあふれる愛みをなすことができますように。 毎日毎日この家庭ごとに神様が江での園のように楽しみと賛美と喜びが満ちあふれることができるよう導いてくださり神様に栄光を表す暮らしを成していくことができるよう導いてください恵みによって私たちを守ってくださりいつも導いてくださることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン